2023年7月8日土曜日21時を回りました Twitter スペースを使ったおしゃべり配信題しまして話しか一人でなんか話す第5回目でございますお相手は私柳谷三之助でございます、えー、話しかお送りする配信ではございますが内容は落語ではございません落語に関する話も出ないかもわかりませんね最近身の回りで感じたことを中心にいろいろ脱線しながらおしゃべりをして 最終的にはライブで聞いてくださっている皆さん、今ね、まさに聞いてるリスナーの皆さんのツイートを魚にいろいろ喋っていこうということでございますので、ぜひ皆さんコメントをお願いいたします。えー、それからですね、まず今このライブでお聴きくださっている皆様、あなたのするべきお仕事があります。えー、この今あなたが聞いてるこの、なんていうんですかね、 このツイートというか、この紫色の画面ですね。これをぜひいいね、あるいはリツイートすること、これを一つまずお願いしておきます。それからですね、たまたま迷い込んじゃったあなた、アカウントのフォローがまだだったらぜひね、ポチッとフォローしていただいて、それから通知ボタンもペッペッと押していただくと、なおさらあなたとの関係が強固になるということでございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 この配信は後ほどポッドキャストでも配信しますので、私のプロフィールページのリンクからぜひお楽しみください。落語の配信はまた別に有料で行っておりますが、こちらもそちらにリンクがありますんで、よろしくお願いをいたします。あ、なんか今日バタバタしちゃったはじめね。はい。えー、そんなわけでまずは乾杯していきましょうか。えー、皆さんはどうですか土曜の夜はどんな感じで皆様なんでしょうね。 もうこの時間だと飲んでるって方も多いんじゃなかろうかと思いますがな。私はあの先ほど、えー、乾杯案件として、えー、置いて、えー、あります写真をね、えー。こちらをぜひ見ていただけると、えー、これいただきもんなんですよ。毎年この時期になるとですね、えー、お得意様がいらっしゃいまして、お得意様からですね、ビールがワンケース届くっていう嬉しいですな。 本当に皆さんに支えられ少しずつ、えー、大きくうー大きくというのは体重がという意味ですけれども増えていくという私でございますが、えー、今回は「えー、一番搾り」これ何ですかね「新おいしい」って書いてあるんですけど今年なんかなまた味が変わったんですかね。 えー、私はね、一番搾りが出た頃はね、さほど美味しいって思わなかったんだけど、最近の一番搾りはやっぱりね、なんだろう、自分で美味しいって言ってるだけのことがあって、 でも自分で美味しいって言ってても美味しくならないものもいっぱいありますよね。えー、例えばコンビニのコーヒーとかですね。えー、美味しくなりましたって年に一遍ぐらい言うんだったら、そろそろあの専門店の味を超えてもいいんじゃないかとかね。えー、もう思ってんですけど、全然超えることなくなんかシーソーゲームを繰り返しているんですけれども、そんなわけで、えー、今年の一番絞りをちょっと開けてみましょうか。ああ、いいね。 この開ける音でもう飲んだも同然だからね。えー、ということで、えー、皆さんのコメントに読みの皆さんコメントどこで見るんだっけこれどっかにあるんですよねきっとね。うん、まあおいおい見ていきますので、えー、それでは皆さん乾杯をお付き合いください。えー、今週もお疲れ様でしたということで乾杯 あーあ、美味しい。新美味しいって書いてあるだけのことがあって美味しいね。それはね、美味しいわけなんですよ。この配信の時はね、なんて言ったらいいんだろうな。やっぱりいろんなノイズが入るといけないって言うんでね、えー、例えば普段回してる扇風機とか、そういうものがですね、止まるんです、一時期。ね。 だから、ね、ますますこのビールが何て言うんですか美味しい環境になってくるというそういうことでございますな。えアッコさん札幌、えー、乾杯乾杯乾杯ソーダでね乾杯ダって乾,杯乾杯するためのお酒っていうのがあるんだなと思っていたらそんなイギリスあのイタリア人っていうのはそんなに粋な感じではないですな。 ね、えー、札幌32度うわーそれはカンパリソーダがうまいんじゃないでしょうか今日は東京34度ぐらいまで行ったんですかねえー、リンダさんえー、ビールいいな私飲めないからなガリガリ君で乾杯ガリガリ君飲めない人のもうビールと一緒じゃないですかねうんガリガリ君こそあの味にも多様性がこの間なんかゴールデンパインだったから食べましたよね大人のガリガリ君 ちょっっと高いやつまかったななあれな一時期あのナポリタンとか、えー、コーンポタージュとか,とか瞑想してる時期もありましたけどねやっぱりあれですかガリガリしも好きなんですよし味も好きだけどやっぱり定番はソーダですかねうんいいですなうんえー、っとミルモさん「えー、ヒアでいいね「シア」なんざいいねこれ何ですかこれ「えー、金のツバメって書くの なんてて読むののっていうのかねえー、私知らないわこのお酒岩国のお酒、えー、いいね普通塩し,しやででもあの乾杯の画面にですねあのちょっとあのお刺身お刺身がねお刺身、えっとそれからトマトの切ったのとどーんなんですかこれ唐揚げですかねこれね えー、そして向こうに誰かがいるようなそんな気配もするという意味は家族で談論中ですかそういう時にこれを聞くってのはどうどういうことか分かりません金スズメですかわかりました金スズメいやぜひちょっと飲んでみたいな普通酒が一番いいんだよね夏場なんかちょっとさっぱりしてね、えー、サイダーさん、えー、あブリュードックの IPA、ね、も定番ですなあこれがあるともうクラフトビールはね もうこれでよしっていうう感じねもうとりあえずさなんか種類多いじゃないですか今はクラフトビールはだけどやっぱブリュードッグがまあそのもちろんあの外国から入ってくるクラフトビールっていう意味ですけどなんかちょっと走りっていうかね今でもトップクラスじゃないですかそれの中のパンク IPA 非常に苦みが強くてねフルーティーな私も好きなやつです高級高級ビールでございますな えー、それから美和子さん、えー、実家に帰ったのでこれを飲んでますクラフトコーラおおクラフトビールの後はクラフトコーラですかああえっあわ徳島コーラなんか最近そのクラフトコーラっつってねいわゆる現役でしょこれこれをソーダで割って飲むのかな私あんまりやったことないんですけどどうなんですか美味しいんですかこれなんかうまそうよね結構いい値段するでしょラクラフトコーラってねああいやーいいね 徳島に帰って聞いてらっしゃるのまあ遠いとこからありがとうございます。えー、キューちゃん、福岡はこれこれ何二日市温泉か。二日市温泉で現在三番目。おっとやってるね。そして一番絞りお揃いじゃありませんか。えー、そこからの東京クラフトビールからのーゴールデンスター、札幌黒ラベル。いいですね。 へえ、三本目ですか。まあ、九ちゃんにとってはまだ酔いの口ですね。あと三本飲んだらもう私が何を喋ったか忘れて、忘れるっていうか、忘れ、なんていうの記憶になくなるんじゃないかと思いますけどね。えちょっと練りやカナら、カナや入れてます。宮子さん。あれ練りやカナら、カナヤって何だっけ練りやカナら、カナヤって焼酎だよね。確かね。甘みだっけ 甘みの焼酎にあった気すすんだけどな。黒糖か。黒糖の焼酎かな。うええ、いいね。ちょっと、コーラなぞにね。ってことは、黒糖焼酎はちょっとウイスキーの気もあるからね。気で飲むと。ってことは、なんだろう。なんていうのキューバーリバーじゃなくて、なんていうのウイスキーコークか。ウイスキーコークみたいな感じですかね。はいいいねみんな。景気がいいじゃありませんか。 えー、いや、そんな感じで皆さんにも乾杯お付き合いいただきましたが、ああ、そんな感じでね、今日も進めてまいりましょう。ええー、と、そんなわけでね、今日はね、ま、急に始めたんですよ。急にやるかなっつって始めたんですけど、何っていうことは特にないんですよ。 うん特になくてもいいんですあのもともと林家ボタンさんとやっていた話か二人でさあ何話すっていうのもほぼトピックなしでスタートしてさあじゃあ一時間何喋るっていうんでだんだんにこうえー、なんか始まるっていう感じでしたから俺が一人になっても同じでございます、えー、ボタンさんはお子さんがもう三ヶ月になったそうでねなんかフェイスブック見たかな寝返りを打ったっていうんでね、えーうん、いいですな あのタテヤんだっけタテヤ歩めの親心じゃないですけどねえちょっとずつねなんかあお子さんが大きくなってるっつうのも漏れ、えー、聞いておりますがまあ私は一人で頑張っておりますよえー、今日なんですけどねどうしようかなえっ、ー、とね円が二円ほど上げてますよねそんなことはどうでもいいですかねんですかね雇用統計ですかえいやーでもなんか 2円いきなり2円ぐらい上がっちゃって10242円ぐらいになってるんですか今ね。もうんやだねこういうのはね。いきなりまあそのまんまずっとなんか。 100円ぐらいまで行ってくれると私いろいろ買い物的になんかちょっとやりたいものいっぱいあるんですけどうんでも急激にっていうのは良くないですからなでもどっちにしてもなんか円は150円ぐらいまで行くんだっていう人もいますからねいずれにしてもよくわからないっていうところがありますそんなことはどうでもいいんですよ別にね経済を切ろうってうそういう番組じゃないんでございますよ私素人ですからそういう意味ではねええまあでもまあちょっと今日のトピックとしてはそういうことじゃないですか ねええー。そうそう。今日でね、私どうしてこういうこと言ってるかっていうとね、私今日うちから一歩も出てないんですよあ。あ、いや、いや、正確ではないな、これは。一歩も出てなくはないんですけど、えー、半歩出たかな半歩。半歩出ました。えー、それも夕方ぐらいに半歩出まして、えー、それは何かっていうと、置き配で届いた荷物が玄関先に届いてるっていうことで、それを半歩だけ。 ポンってこう人一,一歩だけ何て言うの片足だけ外へ出てでそれを拾ってまた戻ったっていうのが今日の私の唯一の、えー、<laughs> 外出外出って言えるのかな分かんないけど外出でございましてね、えー、何が届いたかっていうと電池ですな。こんとこね電池がやたら切れるんですよ。 大体でも多分このくらいの時期ですな私のなんかねこれうちの中で電池で動いてるものいっぱいあるでしょう,、えー、そうまずって言ってもね炭酸とか炭4とかじゃないんですよ私はちょっと特殊な電池が切れるちょうど頃合いなんです私この7月の頭ぐらいって、えー、CR2032 とかねあのほらボタン型電池ですよね、えー、あれが切れるんですよまず。 何に使ってるかっていうとあの鍵をなくしたりなんかなくしたりする時に使うあのアップルで出してるあのなんかちっちゃいあの碁石みたいなやつねなんつったっけな商品名忘れましたけどあの碁石,石みたいなやつあれをね3つぐらい持ってるんですよ。これで鍵につけたりスーツケースの中に入れたりしてるんですけどその電池がだいあの今頃やってますな、うん、今頃大体切れるんですよ。 でまあそれをあの,安いんですよ今の電池ねあの電池コンビニで買うとすっごい高いんですけどあのアマゾンで買うとすごい安いんです5個,5個入りで200いくらで買えちゃうんですよ送料込みでねえ笑っちゃうよね220円で送料込みならただでもいいじゃねえかって思っちゃうんですけどアマゾンマジックでねあともう一つ CR2 っていうね不思議な大きさのあのなんだっけあのコロン かかりますか皆さんコロンお菓子のコロンってあるでしょうあのなん,かわなんか筒の中にクリームが入ってるちょうど指さ人差し指の第一関節ぐらいまでのやつねうんそれですそれコロンっていうお菓子ありますあのくらいの大きさの電池があるんですよだから炭酸でも炭4でも炭5でも炭2でも炭1でもない、えー、CR2 っていうタイプの電池これはねリチウム電池と言いまして昔はカメラによく入ったんですな あのデジカメじゃない頃のカメラに何でしょうフィルムを巻き上げるための動力だったりあるいは何かあの日付を覚えておくためのなんかそういう電源だったりのために入ってた不思議な大きさの電池これもね今この時,間時期に切れ,るんですよでこれはうちでは何に使ってるかっていうとあの電気をつけたり消したり自動でするのを入れてるんです私。ていうの なんて言うんだっけこれちょ,っとちょっと待ってまた商品名が出てこない、えー、スイッチボットそうそうそうスイッチボットっていうのを入れてて私の今ここにいる部屋のスイッチの,あのオンオフを自動でやってるんですよ。でなんで自動でそんなもん手でやればいいじゃねえかなんだけどあのー、優れてるのはねそのスイッチボットをつけることでそのスイッチの前に物を置くことができるんですよ。うち狭いですからね うち狭いんで、そのスイッチボットの前にあのパソコンのモニターがあるんです。置いちゃってるんですよ。だからいちいちあのつけたり消したりするのはあのなていうんですかね、もう手を、ま、ぐるっと回したりしてすんごい面倒くさいの。だからそれをスマホでまあ、もうリモートでも外からでもつけられるんですよ。え、ね、私はあの家帰るときにあのなんかあの iPhone のショートカットに登録していて帰ってくるっていう帰ってきたっていうボタンをペッて押すだけで家の鍵が2箇所開いてそれからあの電気がつくっていうそういうプログラムをしてるんですけどもう非常に便利なのでこれがほらやっぱりそのスイッチをオンオフするっていう力のあるいる作業ですからこれが大体1年に1回ぐらいこの CR2 の,の電池が切れるっていうちょうど頃合いで ここを何日間でその置き配で電池が届きまくるっていうねでそれを半歩乗り出して回収するっていうそういうことをですね続けているということなんですな、ね、うんあそうそうエアタグエアタグねそうですありがとうございますエアタグです <laughs> 別に知ったからっていや便利ですよエアタグね佐勇さん持ってますかええ あのエアタグはね私の,その何スーツケースとかそういうの入ってるんですけど例えば羽田空港でスーツケース預けるじゃないですかそうすると私の身から離れるでしょそうするとスマホの方に今あなたのスーツケースはあなたから離れましたけど大丈夫みたいなアラートが来たりしてあとは「探す」っていうアプリを使うと今大体どの辺にあるかわかるんですよね。ずっとやっぱりね何て言うんですか手,の手荷物の集積所みたいなところにあったりね するんで,すよであのバスかなんかでねあの乗る時あるじゃないですかそうするとやっぱり荷物だけ先に飛行機のところへね行ってたりねええー、なかなか優れもんなんですようんえっ、ー、とあ電池の話皆さん結構いろいろあれだな反応頂い,いてますねうんとそれかじゃあちょっと待ってねちょっと電池のとこだけ拾いますねえっ、ー、と CR2 フィルムの一眼レフで昔使ってた。そうですね。そう。一眼レフによく入れてましたよ。その後ね、いわゆる、あの、なんていうの、簡単な、ウィーンって自分で巻き上げの、えー、昭和の時代の言い方をすると、今、多少、えー、差別用語になってしまうようなカメラがありますよね。何を気を使ってんだって気もしますけれども。えー、それにも使われてますよな。うん。えー、サイダーさん。えー、車のキーレス、 スマートキーのボタン電池も消耗激しいそうだよねあれはだって常に電波を出してるわけでしょあのオンとかオフとかしなくても最近身につけて何ていうのドアノブを触るだけでビビって開いたりするもんねうんあれは大変よねうんスイッチボット三、えー、森さん人感センサーではないスイッチボットっていうことで人感センサーはつけてないんですよね そこまでやっちゃうとね、勝手に開いたり閉じたりしちゃって怖いじゃないですか。いやだから、その鍵は今ほとんど私使わないんですけど、一応ね、もし外出先で電池が切れたりとかネットが繋がんなくなったりして、あれってね、なんか Amazon のあのクラウドが落ちたりすると使えなくなったりするらしいんですよ。だから、万一使えないとまずいんで、一応鍵は持ってるんですよね。うん。 鍵を完全にどっかへ打ち置いてっちゃうっていうわけには、まだそこまでの信頼性があるかどうかっていうところもありましてね、なかなか難しいんだけど、私はまあこういう性格なので、なるべく新しいものをね、まあそんなにもう新しいとも言えないかもしれないけれども、あの、なんか導入す,するんですよね。えーえー、それから、 イサナさんが、えー「六家庭のおやつ屋さん」という店舗を予約して毎,毎月7日に受け取れるものがありまして、えー、クリームブリュレのいろんな味をあてにビールを飲んでる。ふん六家庭のおやつ屋さん私知らないななんか定期的に送ってきたりするんですかクリームブリュレねあのプリンみたいなやつでしょ私ね クリームブリュレでね。前歯がかけたことがあるんですよ。あの上になんかほらカラメロの固まったやつとかね。なんかあってあれ？コンコーンってあのコンコーンっつってあのなんだ。あのスプーンでこう？ コ,コンって割ってでそれで口の中パッて放り込んだらね変なところにかけらがいっちゃったらしくてなんか奥歯の裏ががが薄く剥がれちゃったことがあるんですよね、えー、もう年だなと思ってね歯から来るんだなって思ったあれは確か43か史ぐらい今から6年ぐらい前の出来事だと思いますけれどもね。えー、ダッチさん 劇場返しの電車から、そうっすな。皆さんも土曜日お,お出かけでございましょうかね。えー、いや、でも帰りがけ、なんかの退屈しのぎになっていただければ嬉しいございますな。えー、えつん、えつんざキャットさん、えっちゃんでしょあなたえっちゃんだそうじゃないですか。ね。 えー、先週は、あの、えっちゃんのお話を、えっ、ーえー、と、石垣島からお送りしましたが、そのえっちゃん、えっちゃんと私が言うたびに、えー、エツンザキャットさんは、えー、ピクピクしていたそうでございますが、まあ、えっちゃんでいいじゃないですか、そしたらね。えー、2代目えっちゃんとして、これからもこの、えー、配信を支えていただければと思いますが、えー、出遅れましたかいや、大丈夫ですよ。そんな大したことまだ喋ってます。まだ電池のことしか喋ってない。あ、円が2円あげたって話もしましたけどもね。はい。えーそれか 森さんがあ「今宵はポッカのチラン紅茶」ペットボトルでそんなおつなものがあるのまあチラン茶って有名だけどねもちろんお茶っていうのはあれは作り方で紅茶にでも緑茶にでもウーロン茶にでもなるものですからな茶茶を紅茶にしたなんんてものがあるんだ国内のお,お茶を紅茶にするとなんかねまろやかななんか まあ作り方も違うのかな少しねそんな感じがありますけどペットボトルのポッカはどうですかねポッカはそういえば沖縄に行った時やたらあったなあのー、三品茶ね三品茶をねあのもう今どきこんなのあるんだと思ったけど500の缶で売ってんだよ、ね、いや昔あったよねよく 500ml の缶コーラとかねでもその後今ペットボトルが当たり前じゃないですか。 ねえ、そういうおきいものは。あの、缶コーヒーみたいなちっちゃい 190cc みたいなのは、まあ、飲み切っちゃうからいいけど、やっぱ大きいものは一遍で飲みきんないですからね。だけど沖縄は違いました。 ンピンチャー開けたら最後もうバスにも乗りづらいっていうようなねそんな感じでもう頑張って一気に飲んだ覚えがありますがな、うん、まあでもペットボトルにこんだけ慣れるとあの昔の缶,缶の大きいのはめんどくさいんだなぁなんて思って人間っていうのは進んでるんだか、うん、退化してるんだかよく分からねえなって思ったりいたしますなえー、リンさんやったね丹沢さん霊峰 いいじゃないの夏でも缶んで一年中缶って方はいらっしゃいますな私はねやっぱ寒くなってくるとちょっとねあのか、ー、をちょっと飲みますがやっぱあれが好きなんだよねあのー、なんていうのかなあのー、こう冷酒っつうんですかねええー、が好きなんでございますよ結構。うん 神奈川さん神奈川の酒ですよね。えー、神奈川もねなかなかお酒ね泉橋さんもそうですけど丹沢さんも結構すっきりしてうまかったような記憶をしておりますがなかんで飲む方が体にいいんじゃないかなと思うんですよね落語のセリフにもあったりしますよな「シアは体に毒だね」ってなことを言いますが、うん、ゆっくり飲んでくださいなめるようにね。 うん、え浅川さんどうもありがとうございます。今年もエアコンの室外機水冷中ですかおあのね今年はまだやってないですね。っていうかクーラーが効かなくなったらやるんですけど今のところね今日34度つってましたけど大丈夫なんですよね。ああとねそうあのー、あれこれいつだったっけなクーラー新しくなったんですよねうん。 何年年か前に今年じゃないですよそれからはねそんなに冷やさなくても良くなって本当に真夏のねいわゆるほら38度とかになっちゃう日あるじゃないですかああいう日はねだから一時期やってましたよねうんこれ今年やることになるんですかねやることにならないようにするのがベストなんですけど今年の夏も暑くなりそうなそんな感じですからな い,やだね、い,やいざとなればすぐにでも水冷にするそういう支度だけはできております、えー、えっちゃんヤクルトいいねなんか最近ヤクルト系のものはちょっとねおかしなことになってませんなんかあのね、まあ、このヤクルト線が多分発端だと思うんですけどこの線はほら何睡眠にいいみたいなね日本人睡眠にいいって言われてちょ飛びつくんだよなみんなあんまり寝ないからねえ まあ年取るとやっぱりほら眠りが浅くなったりとかするからねですごい売れたじゃないですかもうだいぶね今買いやすくなってますけどこの間ねスーパー行ったらねあの膝にいい成分が入ってるヤククルトのジェネリックみたたいな売ってましたよもうなんかあれでしょうなヤクルト1000の2番線字でなんか体にいいもの一緒に突っ込んどきゃもしかしたら売れちゃうかもしれないっていうそのまたねいやらしい商売のものまあいいんですけど商売はそういうもんですからね。 でもま,あまたそういうものは出たりして膝にいいとかそれ別々に飲みゃいいんじゃねえかと思うんだけどね、えー、見つけたりいたしましたな三、うんえー、森さん今日も私,私は今日も一日おうちでございました今週は出かけてる日が多かったし来週は鹿児島から東京なのでいろいろやっつけてました、うん、そうだねこうだ大体暑い日はね出ない方が本当にはいいんだよねい出ないで。 え、いけるなら出ないに越したことがないっつうことですよ。今日も私もそうで、えー、うちの中でこもっておりましたなうん。えー、えっちゃん。えー、ゲームウォッチで知ったロキソニンサイズのリチウム電池。あれは何だっけな ?CR の、あれはね、2032じゃないんですよ。もっとちっちゃいやつね。ロキソニンサイズ。ロキソニンサイズって、わかる人どのぐらいいるんだろう。まあ、ロキソニン有名な、あの、ね。 タブレットですからねそんなガブガブの飲んじゃいけませんけど私はロキソニン派じゃなくてセデス派なんです SG 派なんですよね <laughs> そんなことはどうでもいいですか消炎鎮痛剤か鎮痛解熱剤かの違いでございますねえあのゲームウォッチ懐かしいねゲームウォッチ世代ですか皆さんは私もねゲームウォッチは結構買ってもらったんだよなあれ何だったんだろうねあれ高かったんだよ 一種類しかゲームできないのにねあの当時で6000円とか8000円とかしたんですよね。で、すぐね、夢中になってやりますからすぐにもうね、クリアしちゃうじゃないですか。そるとまた次のが欲しくなるっつってね大変だったなあれ今だったらねスマホで200円ぐらいでダウンロードしてくれはいくらでも遊べるのにあの当時はいちいち何千円も払ってたんですもんね。で、その後 ニン,テンドーさんはファミコンで大成功してすごいよね任天堂考えてみりゃただのあの,あの花札屋だったのにねゲームウォッチから一気にブレイクしたんですよね何だってなんでそういうことしようと思ったんでしょうなうんえゆうゆうさんえー、六家庭のおやつ屋さんいろいろ入っていてお得ですよねえー、おやつ屋さん俺今度調べてみようちょっとま今調べてもいいですか 六花亭さんにお世話になってる身としては、知らなきゃいかない。おやつ屋さん。何ですか、これは。通販、六花亭の通販サイトで。あ、毎月一回、その時々のを送ってくるんだ。へえ、なるほど、七月のおやつ屋さん。あ、夏見舞い入ってる。いいね。夏見舞い美味しいんだよ。あのな。ね。昔からあるお菓子。うん。 うーんそれからロッカロールシアシチルシルコ夏衣わーみんないいやつばっかりじゃないですかまあ夏は夏でねいいお菓子がいっぱいありますなあ梅ジャム使ったやつだはい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 え,ー、えこれが3,000円で届くのえこれ送料込み安いじゃないこれ。 あらそうですか私んところにも届かないかないやそんなこと言っちゃいけないね仕事でうか伺うたびにいっぱいいただいて帰ってくるんでね、えー、その上月に 1, 1種類ずつ届いたらえらいことになっちゃうんでね、うん、えっ、ー、と 24PC さん函館は6日です、えー、毎月600円ぐらいでお得なおやついただけます クリームブリューで美味しかったです、えー、あ、それはじゃあ通販じゃなくてな,な何別の別のものですかさっき言ったのと。600円って言うんだから。はあ、皆さんお菓子好きなんだね、えー。六花亭ご指揮いただけますと私も非常に助かるんですよ。私も六花亭に助けていただいて、えー、落語会をやったりしてますからな。うん。 え、サイダーさん。以前、車に乗ろうとしたら、スマートキーが電池切れで、やむなく、物理キーで解、場解錠したら、えー、イモビが働き、クラクションを鳴らし続け、えー、金魚迷惑になる。金魚迷惑じゃん。金魚迷惑になりました。ね。イモビライザーね。うん。ブッブッブッブ,ッブ,ッブッ余計なやつだ。あら、大変ね。やっぱ、いろいろあるんでしょ。そういう手続きを間違えると、そういうイモビが働いちゃうんだ。あら。 私、あの、師匠の車の、あの、スマートキー洗濯しちゃったことありましたけどね。え、洗濯しちゃったけど、なんか使っちゃったんで、えー、知らん顔してましたけどね。使えなくなっちゃってたらもう大変ですよね。あれ、防水なのかなそんなことないと思うんだけどね。うん。えー、美和子さん、蓋ができないってのは、関東ペットボトルの、そう、そうなんだ。今だから蓋できるのは当たり前だからさ、蓋できないと逆に、えって思っちゃうよね。 うん、あの持ちあの夏にちょっとずつ飲んで持ち運びたいっていう需要にはあれやっぱりさ缶の頃はまあ一気に飲むかあるいはなんかみんなにコップに注いで飲むかっていうそういうもうもはや平成でもないなんか昭和な感じですよね今はもうペットボトル渡して終わりっていう感じなんであのー、落語会行ってもね 昔はあのなんかドクハラ文学おばちゃんみたいな人が来てお茶を入れてくれたりしたもんなんですけどね今は楽屋にペットボトルがポンって置いてあって勝手に飲めっていうのがもうそれが当たり前になってましてね以前枕でも振ったことありますけどあの茶卓の上にあの多いお茶が乗っててびっくりしたことがありますけどね全然茶卓と大きさ合ってないんでかえってね不安定で危ねえっつんだよっていう枕を一時期喋ってたことがありますけれどもなうんえー、ダッチさん えー、写真上がってなかった。<laughs> 写真上がってなかったって、頑張ってあげてくれたんですけど、水ですね。これね。まだあの、電車の中で撮ったであろう水を、えー、わざわざあの、アップしてくださいまして、ありがとうございます。もうほとんどないじゃないですか、それもね。えー、ボ、え、リ、ー、さん、えー、もう飲み物の話は続きますが、和紅茶ペットボトルの中ではポッカのこれが一番美味しい。ああ、いいですね。えー、こっちにも売ってんのかな 見て今度ちょっと気にしてみようかなうんへえあ三品茶割っつうのもやるんだまあジャスミンチャーハイだもんね言ってしまえばねうんそうか割り物ねいろいろねありますよね今もうお店なんか行ってももうすごいあるもんね昔のほら小玉サワーみたいんじゃなくってなんかいろいろ工夫してそのうちの なんかまあレモンなんか最近レモン入ってってもいろいろ工夫しちゃってねレモンサワーだけでも50種類ぐらいあるような店があったりしますもんねうん、えー、エアコン室外機の件拾っていただいて嬉しいんですが皆さん何の話かわからなかったかもいや今日は強者のの皆さんいつも揃ってますから知らない方だってね分かりますよ聞いてりゃね えー、冷房の性能が上がるっていう話がね、あってね、一時期あの、私あの、冷やしまくってたっていうことがあったんですが、気、気をつけないといけないのは中を濡らしちゃいけないってことですよね。あの、室外機の周りの温度を下げてやるってことなんで、一応ほら、雨ざらしになっても壊れないですからな。だから、室外機の上から水をかけたりする分には、あの、中い入らないようにドチャーってかけなければいいと思うんですけど、実際に本当に冷えるんですよ。 びっくりしますよねあれで熱交換をしてるから当たり前なんですけれどもねうんいやそんな話もね夏の風物詩でございますなええー、ゆいさんゲームウォッチ一番最初のだけ買ってもらった何ですか最初って何あれヘルメットそれとも何ファイヤーぐらいじゃないですか多分最初ってファイヤーはビルから落ちてくる人をこうトランポリンみたいなので助けて救急車まで運ぶゲームよね でヘルメットはあ上からあのスパナとか何かいろんなもの起こってくるのを避けながらつ隣の部屋まで駆け抜けるっていうやつね、えー、どれかしら、うん、その後ほら「オクトパス」とかでかい画面でその,その上に行くと2画面の「ドンキーコング」とかそういうのも出てきてあれドンキーコングってだからあれだよなゲームウォッチが多分最初なんだよねででそのうちファミコンとかで出てね。 ドンンキーコングジュニアとかいろいろ発展していくまあたぶんマリオはなかったんだろうなゲームウォッチじゃマリオはファミコンからかねそんなこと言ってる場合じゃないんですけどねボールを受け取るやつなんだろうボールもう、まあ、本当に初期のやつかななんていうやつだろうあとでちょっと調べてみようえー、ミナレグさんキリン一番搾りの3巻のあとワイン飲んでるね明日4時起きですが楽しく配置してます寝てください もう寝なきゃ。<laughs> いや、でもねで、いや、いいですよ、もちろん。ね。あの、もう寝酒に飲んで、ストンと寝てしまうのもいいんですがね。えー、まあ、あの、一時間、もう35分も喋ってんのか。もうそんなに長いことやりませんのでね。えー、ゲームウォッチザンザン、元祖ディン、ニンテンドー DS、そうだよね。そっからいろんなものに今派生して、今は何ですか、ポケット。 ニンテンドーポケットすごいよねもうねもう有機 EL モデルみたいなの出ちゃってねえあ LR44 いやー佐川さんよくご存じそうちょっと厚みのある直径1センチぐらいの、えー、電池ね 口に入れるんじゃないよってなことを言ってね。昔でも子供の頃やりましたな。あの、積層型の9ボルト電池をペロって舐めてビリッと来て、あの、なんていうの、度胸試しするっていう、そういうくだらねえ遊びをやってることを浅川さんに覚え、無理やり思い出させられるという、そんな感じね。LR40 まだあるんじゃないですかね、きっとね。まあ、ファミコン、何に使うかっていうのはある。ええー、とね、そうだそうだ、俺が使ってる温度計、 の電池が LR44 だったら気がするけどね。うん、えミルモさん、時々大雨でしたけどあちこち用事してミッションコンプリートできました。ね一日用があると終わった時きホッとするよね。えー、スネークキューブ懐かしいね。ルービックキューブの後にスネークキューブ出てきてね。えっ、ー、と最初なんかあの丸いのつくんだよね。うんあの地球みたいなねあれ作ってそれから なんですか <laughs> いくつか作りましたな、うん、あれはでも何がゴールなんだかよくわかんないところがあってルービックキューブは結局私はゴールは踏めなくてでも今は何か時々記事で見ますけども絶対に簡単に6面揃うルービックキューブのやり方みたいなのが出ちゃってますけどねえー、あっ勇さんがちゃんと教えてくれてます おやつ屋さんは通販のセット私が見たやつですねそれが店舗でしか受け取れないセットがあるだから店舗でしか受け取れないセットの方がやっぱ生菓子が多いのかしらさっき言ったクリームブリュレとかねあ本ほんとだちょっと見ちゃってますよ私ね1箱600円でクリームブリュレが4つですか安いじゃないですかええー、200円しないってことを1個150円ぐらいかチョコレートパッションフルーツコーヒープレンキャー すごいねお。やっぱ六花亭さんってさ僕らみたいな道外の人間にとってもこうお土産としてすごくいいんですけどやっぱ道内の近所の人たちが買いに来るおやつっていうのもすごいちゃんとやってんのね安くてさおいしいやつ。ね。 えー、リンダさんは私ゲームウォッチの話になってきた私はゲームウォッチドクタースランプあられちゃんの「うんちゃばいちゃ」っていうのを9999 99って取り制覇して喜んでました名前が昔っぽいのと点数が9999 99が最高でしたそうあれだから結局5桁はないからゼロに戻っちゃうとかさそういうのあった えー、うんちゃばいちゃなんてあった。なんか聞いたことあるような気もすんな、でもな。うんちゃばいちゃなんてもうね、話し方になってから初めて言ったと思うよ。そんな言葉、うんちゃばいちゃだもんだって。<laughs> 何が起こるか分かりませんな、この配信は。えー、っと、それからあ、車のスマートキーや坂川さん。えーメー、メーカーや年、ね、式によって防水のものもある。お、そうですか。へえー。 ねえ、だからさ、いろいろありますよね。えっ、ーえー、と、美和子さん、しょ、ちょっとせちがない、せちがいのことかな、気もしますがね、っていうのは何のことだろうちょっとわかんない。何かにつながってんだろうな。せちがらいはせちがいですよ。もう何やってもせちがいいです。せちがいって言えばいいかっていう問題になっちゃってるんでね。えー、難しいですな、うん。昔のことばっかりね、言っててもしょうがないんだけどね。うん あ、ファイヤーとボー、ボール、ボールってのがあったのか。ボールがそのユうユうさんがやってたやつね。ああ、はいはい、手を伸ばしてあの、大学らみたいなことをやる、ジャグリングするやつか。ちっちゃい画面だね、よく考えてみれば。ええー、今のツイあの、皆さんがスマホで見てるツイッターの写真ぐらいしかないでしょう。これ大きさとしては。ね。うん。あの、ほら。 こっからファミコンに行くんだけどさ、ボタンがゴムでできてんだよね。ゴムでできてて引っかかったりなんかして、こう操作ミスしたり。だからファミコンも、あの、後期型になると、あの、うん、ボタンがあの、四角くなって、え、プラスチックになったりなんかしてね。うん。えー、ミナレグさん。お声が素敵でついつい長いです。ありがとうございます。いいですよ、長い。素敵だなんて、そんな話かを褒めてどうしようってんですか。坂田から。いいですね。山形しばらく行ってないな。 えー、一時期あの、随分師匠とお供で言ってたんですが、えー、こんとこちょっとご無沙汰しておりますな。えー、わあ、もうコメント拾ってるだけで40分になっちゃうの。いいね。だからね、何にも話すことなんかなくたっていいんですよ。ねえー、明日からね、私ね、高崎なんですよ。えー、高崎の落語会がありましてね。 えもし明日高崎にいるって方いたらぜひ遊びに来てください。午後2時からでございますから。ね、一応言っとくよ。そんなんいるわけねえじゃねえかって思うかもしれないけどね。そうだね。やっぱ確率からいくとね、明日高崎にいるかもしれない人っていうのはね、0%じゃないと思うんだよ。ね、絶対いないってことないんですよ。それよりもね、私が明日高崎にいないっていう確率の方が高いような気がしますよね。 だって行かなきゃいいんだもんねこんなこと言っちゃいけないけど行かないのは簡単なんですから新幹線乗らなきゃいいんですからねだけど高崎に誰かこんな方の人聞いてる人がいるかもしれないって確率はゼロじゃないんですよね、うん、だからさわ、うん、からないですよ何が起こるかねゆうやさん高崎楽しんでらしてくださいってことでもう楽しんできますねもう仕事は楽しんでやれたら一番いいんですけどでも頑張って、えー、暑いですからな あなんとか頑張ってやって。で、まあ、高崎のね、えー、翌日ですね、日曜日、あ、月曜日か、ちょっと仲間とね、えー、みなかみへ、まあ、日曜日のうちから行くのかな、みなかみまでちょっと足を伸ばして、えー、夏合宿をしてくるよ予定なんでございますね、えー、水着を持ってこいという指令が出ておりますんで、えー、そんなこともありながらの2日間の高崎、えー、群馬、その他、えー、ちょっと楽しみで。 行ってまいります、えー、暑いでしょうな、高崎も明日ね。うん。まあ、でもまだこの時期39度とか8度とかならないだけまだいいのかな。うん。でもとにかく明日午前中の新幹線に乗りますので。えー、よかったら来てくださいませ。あ、あとね、ちょっとアマゾンで最近買ったものの話していいですか。皆さんもアマゾン買います何しろほら、毎日、今の電池だって全部アマゾンよ、私は。ね。 アマゾンに売ってないものってのはなかなかないんですよ。まあ、時々あるんですけどね。あ、ないのか、アマゾンに。っつってがっかりするぐらいで。で、ないときはしょうがないから、他のね、通販を探しますけれども。あとは、アマゾンが高かったりね。いやこんな高いことね、時々あるんですよ。今日もね、私ね、今実は別にピンマイクで、この音を取ってるんですよ。あのー、前までは、この、ま、スペースを録音しておいて、 ツイッター側でね。で、それをダウンロードして、ポッドキャストにも使ってたんだけど、考えてみりゃ自分で別に音を取ってりゃ、すぐそれでいい音で流せるじゃねえかと思って、今ピンマイク別につけて喋ってるんですけど、取れてればの話ですよ。ちょっと電池に不安があるんでね、一遍電池確認していいですかえー、あ、まだ動いてるよかった。じゃあ大丈夫だね。はい。で、そんなことで別撮りしてるんだけど、ここにね、あの、ピンマイクの先によくあの、スポンジがついてるでしょ風防。ね。 あのー、外なんかで風がボーボー言わないようにっていうのをつけるんですけどこれはあのー、うちの中でも使った方がいいんですよっていうのは息がねそこに降ってかかるとマイクがボッて言っちゃうんでだけどね今日探したらないんですよそのうーんスポンジがあらどっか落としてきちゃったんだわと思ってこういう時にすぐねあアマゾンで買おうっつって探すわけ。とあるんです、あのー、純正のものじゃなくてもいっぱいあるんですけどびっくりしましたよ。あのね まあ私の,のが使える互換性のあるそのスポンジが5個で1万3000円つうのありましたよ。バカじゃねえかと思ってね。え、このスポンジを5個1万3000円で買うやつがいるのかねって。誰か間違って買っちゃうのか、なんか符号とかがいるんですかねなんかマネーロンダリングに使われてるような気もするんですよ、それ。ねわからないですよ。もう何しろ世の中はね、裏も表もありますから。 で、いろいろ探して、750円で5個っていうね、実に安くて、えー、便利な、これを先ほどこの配信の直前に注文しました。でそうやってなんかね、あって思うと、あって Amazon に手が伸びちゃうっていうの皆さんもあるかと思いますな。 何しろほら、アマゾンプライムの会員になってりゃ、送料かからないしね。だから何、何えー、CR203 人が5個で220円ってわけのわからないことになっちゃうわけですよね。うん。で、そんな中でですね、最近私が、え m アマゾンで買ったもの。で、ちょっと優れものを皆さんに一つだけご紹介しますね。あの、皆さんは、あのー、スマホの充電っていうのは、どういうふうにされてるんですか あのやっぱりケツのとこにプスッとこう充電器を挿して充電なすってますまあそういう方が多いのかな私もね割と最近までそうだったのでもその前からねなんかあの何て言うんですか磁石みたいなペトってくっつけて裏側に、えー、ワイヤレス充電っていうのができるようになってきたでしょうねいつの間にかにで私あのワイヤレス充電ってあんまり信用してなかったのよっていうのはなんか遅いしまず充電が遅いっていうことと それからあのなんか暑くなるでしょあれねそうなんかスマホに特にバッテリーに良くないんじゃないかと思ってずっと使わないできたんですよねええー、最近私はですねなんかあのー、そのワイヤレス充電というやつを使うようになったのですで今こうやって配信してますが目の前にスマホが立ってるんですよ うん、でスタンドが目の前にあってそのスタンドがもうペタッとこう磁石でくっついてくっついた上に充電をしながら今あの私の iPhone は配信をしてます。でもちろん Android の端末も持ってるんで Android も今はそういうものに対応してます。ですから交代にそこでペトッてくっつけばまあなんとなくみんないつも充電してあるっていうようなものですな。皆さんもお使いになってますかねでその中でですね一ついいものを発見いたしました。 ええー、別に私これあの、いくらかもらってるとかっていうことじゃないんだけど、ESR っていう会社がありましてね。ESR です。はい。で、アマゾンで買うんだったら、ESR にちょっと、あの、何え,えっと、何これ空白。ね <laughs>、スペース。3-in-1 って入れたら出てくると思う。あるいはね、ファン付きとか。ファン付き。ファンね。くるくる回るファン。 ファン付きとかって入れたらきっと出てくる ESR って会社のファン付きのワイヤレス充電器を買ったんですよ。これがね、非常にね、優れもの。実は私ね、そのペタッてくっつけるスタンドタイプの充電器2台持ってるんですけど、1台目はね、確かに良かったんだけど、あんまり充電が早くないなとかね、いろいろ抱えてたんですよ、悩みを。そしたらね、画期的。 えー、この ESR はさっきファン付きって言いましたけどこのファンが付いてるんですよこの磁石でペタッてくっつけるでしょそうするとねそのくっつけた辺たりをウィーンっつってね冷やすとどうなるかっていうとね実はあのー、あのワイヤレス充電っていうのはどうしても熱が出るんだけどあんまり夏場なんか特に熱が出過ぎると充電のスピードを遅くしてそれで温度調整をするっていうことになってるらしいの。 だからね、冷やしてやると最高速が出るのよ、いつでも。あんまり面白くないですか、この話。あんまり興味ないですかね。興味ない方には何の興味もないよね。だけど、充電はやっぱり早く終わった方が嬉しいじゃないですか。ね。だからやっぱり、同じワイヤレス充電するなら、最高速度が出た方がいいっていうんで、今、この、ええー、このファン付きのですね、この ESR、ファン、なんだ、この充電器。 私、すごい ESR もファンになってね。それで、こう、ちでね、あの、使うときにいつもここに置いとけば、いつもほら、充電がいっぱいになってるし。ね。ESR ですよ。ESR ファン付き。ね。ぜひぜひ。それでね、それ、これは 3-in-1 つって3つ充電器が付いてんの。付いてるっても実は 2, 2個しか付いてないんだけど、いの、このスマホの充電器がこう、スタンドになってペッて付くやつと、それからですね、その下に、 あの、なんていうかトレイがありまして、その上にですね、え AirPods、ー、Pro とか、それから Google Buds Pro とか、そういう、なんかあの、イヤホンね、あの、ワイヤレス充電に対応したイヤホンを置いとくだけで、これも充電できる。いやー、大変。ね。コードいらないんですよ、いちいち。うん。で、もう一つ、Apple Watch を充電する場所もあります。で、これはね、充電器はついてない。 あの自分が使ってるコードをそこへはめ込んで使うタイプになっててこれがね実はじわっといいんですよ別売りなのが実はあのアップルウォッチの充電器って最近は充電速度が速くなったタイプのやつが出てるんですでそれじゃないと時間かかるんですよだからあの私が思ってた前のスタンドはやっぱり最初っから充電ができる機械がついてるんだけどそれはねちょっとお風呂に入っている 間に充充電電が終わるってほどののの速さじゃないのアプローチは私2 4時間基本的につけてて、あの、シャワーとかお風呂に入ってる時だけ充電するんですよ。だからそのその時間にわーって、わーって充電してくれないといけないから、やっぱり純正のアップルの純正の充電器が、それも、あの、高出力の方のやつが使,使いたいわけ。で、これを、この、 e s r の充電器はついていないんだけど後からくっつけてコードをうまーくそのなんて台座の中へ隠してしまうっていうねいい機能を持っているんですよ素晴らしいですよこれ、えー、是非皆さん、えー、<laughs> これ本当に買う人いたらいくらかもらいてえなーこれなーうんもうほとんどジャパネット高田だもんね今の時間ねうん てか本当に充電が早いんですよだからもう高度でいちいち充電しなくてもいいかなっていう感じでこの夏頑張っていますえー、マグセーフ充電器使ってたけど安物中華街のゼニウしないそうなのこの手はね安いのもいっぱい出てんですよリンダさん高いですねっておっしゃるかもしれないけどあのねちょっと高いやつ買った方がねゼニウム市内にならないねやっぱ高いだけのねありますね あのユうユうさんが私にモバイルバッテリーのこと聞いてみたかったって言いますけどそう,そういうのもやっぱりすごい安いやつはダメなのよ。うん。すんごい安いやつってそもそもあの,あのモバイルバッテリーは嘘ばっかりが多いんですその容量が1万 mA、ah、とかって言うけど全然1万 mA、ah、じゃない半分もないぐらいのものがあったりするんでやっぱりある程度の値段を出してやらないとあのなんですないいのが。 ないですね、えー、あ,あの、おモバイルバッテリーはね、私はね、非意にしてるのはね、あの、日本の、これ、中国製なんだと思う。ちょっと、ちょっと待ってね。明るいって書いて、えー、確か、鏡違うな、鏡しすぎたもんな、それじゃな。あ、誠かなあ、そう、名声、ちょっと待ってね。えー、名声、あ、そう、そう、えっ、ー、とね、 明るいに誠って書いて、1個開けてモバイルバッテリーって入れてください。そうするとね、明星っていう会社のモバイルバッテリーがいっぱい出てきます。ここんちのモバイルバッテリーなかなかいいですよ。うん。使ってみたけど。安くてね、それで小さくて容量が結構あります。だからね、本来ね、1万ンペアってこの大きさなんだっていうのがわかるんですよ。なんか中華製の安いんだと、1万ンペアってすげえバカでかいのあったりとかするんですよね。うん。 だからその大きさ本当の大きさこのぐらいなんだなっていうのこれでも買えますよ私はね前以前ヤフーショッピングとかをよく使っていたんですけどすごくちっちゃくてあのクレジットカードサイズぐらいのもちろん厚みは 1cm ぐらいありますけどそのぐらいで使えるねあの名声っていうところのあバッテリー俺ですね でかいのまであります。確か4万ミリアンペアぐらいまで持ってますよね。それはね、私が落語を収録する時のカメラの電源に使ってるぐらい大容量なんです。2時間回しっぱなしでもその、えー、バッテリーでいけるっちゅうぐらい、なかなか高性能な、そして充電も早い、えー、バッテリーがありまして、えー。っていうのが私の経験則です。もちろんもっといいものも皆さんご存知かもしれませんがね。 私の今のところのご引きは、名ーっていうところのバッテリーと、うん、それからあ、もちろんね、他のところもいっぱいありますよ、モバイルバッテリーはね。うん、で、今のとこ、そのファン付きの、えー、マグセーフ充電器っていうのはないんでね、この ESR だけじゃねえかと思うんで、これぜひお勧すすめしたい。えー、だからあの、このマグセーフって対応してないものもあるじゃないですか、くっつかない。その 磁石に対応してないってものがあるとすればね、あの、ケースに貼っちゃえばいいんですよ。それもね、アマゾンで別に売ってます。えー、あの、丸い磁石。あの、テープ付きの。それを、あの、スマホの裏にペタって貼り付ければ、あの、全然対応してない、その、マグセーフ対応じゃないものもピタッとそこへくっつくんでね。えー、ジャパネットか、本当に。えー、まあいいや。 ね、皆さんの少しでもお役に立てればと思って喋ってますよそう SNS の話をしようってちょっと思ったばっかりにねいや別にないんですけどねもうこんだけモバイルバッテリーの話すればそれでいいんじゃないかとああともう一つだけいいですか先輩先輩いいですかあのアマゾンでねゴルゴ13が今お安いってご存知でしたか皆様知ってる方も多いでしょうな多分宣伝もしただろうから。 ゴルゴ13が今年55周年記念だそうです。1968年からやってんだってね。あの漫画。俺が生まれる前からだよ。すごいよね。うん。で、55年を記念してですね、1巻から55巻までを電子書籍で1巻55円で買えるんですよ。これすごくないですかこれ。え、1冊55円で55冊電子書籍だから、 場所取らないっていう。いつ読むんだって答え言わないでくださいよ。いつ読むんだっていうのを棚にまずあげましょう。そうすると、1冊55円で55冊だから、3025円でゴルゴ1冊目から55冊目までが手に入っちゃうっていうことなんですよ。ね買っちゃったよね。ゴルゴ好きなんですけど、時々読むんですけどね。うん 斉田さん、ゴルゴと同い年、いいですね。斎藤隆夫と同い年だったらびっくりしますけどね。ゴルゴと同い年ならいいと思います。はい。<laughs> ええこれはね、もしゴルゴファンの方いたら、ぜひ、あの、買ってみてください。55冊。一気に買っても3000円。ね。たまんないでしょで、いつ、いつまでも持ち運べるじゃないですか。 えー、世界のどこにいてもあなたの iPhone や iPad や、えー、スマホその他でいつでもゴルゴに会えるっていうそういうことになりますから、えー、ぜひあの話の種にえっ、ー、といや別にはこれもねいくらかもらってるわけじゃないんであれですけどもまず買っちゃったっつう話ですな、うんえー、そうね SNS の話しなきゃねえっ、ー、とツイッターがずーっと ダメだダメだって言われるのはダメでもないんだと思うんですけどねでもあのやっぱり2011年のあの震災の時に得たあのインフラじゃねえかこれはっていう信頼感ですよねあの震災の時にツイッターって日本人にとってすごい役に立ったね SNS を超えちゃったっていうか もうインフラだろうってことになってそれ以後もいろんな自治体はほぼツイッターででを発信すするようにななったじゃないですか、ね、ホームページもみんなやってるけどそこへ誘導するのにもうツイッターを使うとかライン、まあ、を使ってるとこもあるかなどっちにしてももうスマホ時代になったらそういうことになってるじゃないですかだけどまああのイーロンさんがいろいろとしっかき回すもんだからどうもねおかしなことになってるっていう本当のことはわかんないですよでも まあ、予告なしにメンテが入るようになったのはこれはもう何、ね、かあれだけのインフラ的に使われてるものなんだから明日の何時から何時までちょっとメンテするからもしかすると表示がおかしくなったり見らんなくなったりすることがあるかもしれませんよぐらいのこと言ってくれたっていいのにいきなり使えなくするとかさね いきなななり読めなくなっちゃうとかそれは本当と自治体の人ももうツイッターダメなんじゃねえかみたいな次の手を考えなきゃってねそれは非常時のためにやってることだからしょうがないよねそう考えるのはね。うん、でまあそんなことでツイッターの代替の、うん、ものをねちょっとやっとかなきゃダメなんじゃないかみたいなねそういうことですわな。 で、私も、えー、いろいろ、ちょっとちょっとずつ、まあ、手を出してみました。でももちろんね、あの、Facebook もあるし、それから Instagram もあるし、ね、えー、まあ、LINE とかもあるし、えー、私なんざもう自分でアプリを持ってますから、ね、えー、私が何かこう、不良の事故に巻き込まれた時はですね、えー、アプリを持ってる皆さんにも私すぐにあの、通知を出しますから、助けてってね、助けてっていう、その、 あのなんかこうメッセージを皆さんにピコーンってもう出しますけど出したところでどうすんだって話もあるんだけどねまあそういう意味ではいいんですけどやっぱり SNS って今まあ落語界の告知とかそういう意味で私はね私はほら柳家三之助で SNS をやるんで。 それしかないじゃないですか。もちろん裏垢とか使ってやってる話家さんもいっぱいいるんじゃないですか。やっぱり芸名では話ができないこととかね。そういうのいっぱいあるでしょうからな。うん、そもそもほら、えー、自分でやってるとね、自分が誰をフォローしてるのかとか、誰にコメントしてるのか全部放課に見え,見えちゃうわけで。そうするとね、なんかあれでしょう。例えば、 <laughs> どうですかね。AV 女優の人を100人ぐらいフォローしてるとかね。いやい,いじゃないですかそれだって別に悪いことじゃないですけどでもなんかい,いろいろちょっとまずいんじゃないかとかってあってね。だからやっぱり、うんえー、なかなか芸名芸名ってね本名よりね身元がバレるんですよそういう意味ではね。芸名だからいいじゃねえかって思う人もいるけど私本名で探したって探せないと思いますよきっとね。 だけど芸名だったらすぐ見つかっちゃうわけでねそういう意味では本名よりもセキュリティがないっていうかそういうものなんでうんだからまあそうやっていくしか私の場合はないんだけど皆さんそれぞれいろんな使い方があると思いますけどねではまあとにかく、えー、SNS をいろいろやってみてでここのとこね皆さんも知ってるかと思いますが昨日一昨日か正確には、えー、インスタグラムのちょっと派生したツイッタークローンみたいなもんですなうん。 えー、スレッズってていうのが出てで私その2日ぐらい前にねブルースカイっていうもともとツイッターを立ち上げたジャック・ドーシーっていう人がスピンアウトして作ってるうんまあツイッターの代替っていうのをやっぱり意識して作ったものなんでしょうなもともとの親方ですからうん。それが今招待制なんでなかなか皆さんにってわけいかないんだけどたまたま招待コードをもらったのでそれをちょっとね やってますよ。うん。まだそこはね、人数が少ない。えー、どのぐらい ?10 万とか20万ぐらいしか、そうだ、一気に増えたんだ、このとこね。20万人ぐらいしかいないんじゃないのか,かな、確かね。えっと、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。すぐ調べられる手段があったね、そういえば。えー、どこだったっけあ、これだ。ええー、とね、ブルースカイのね、今、アカウントは全部で28万2557人。15分前の集計で。だからほら、全然、 ね、他の SNS から比べればもう花房みたいなもんですよね。うん、でもね今使ってみてねやっぱ人も少ないしあれなんですけどなんか静かでいいっていうのがねまず感想ですな。うん、で動画は貼れませんあのブルースカイは写真だけえとかってまだまだいろいろこれから改良されていくんですけどまだ静かな感じですよね。やっっぱりねすげーなと思ったスレッツは一昨 一昨日から始まっていきなり何もう1000万とか2000万とかなってるんでしょユーザーが。全然重くないし全然落ちないよね。そのインフラ力っつうのはすごいなって、やっぱり Facebook だよね。うん。それはやっぱりびっくりしました。うん。 で、スレッズはやっぱりそうやってあっという間に人が増えたんで、えー、ありがたいことに私のところも、別にそんな宣伝してるってわけじゃないけど、今どのぐらい ?142 名様のフォロワーさんがいてくださって、私はなんかツイッターには書かないようなこととか、もポロポロって書くんですけど、そうなんか結構みんなピコピコいいねしてくださったりして、いいねもらうとやっぱり嬉しいんだね、人間ってね。で、嬉しいし、 拡散しやすすくなるっていうんですか、アルゴリズムに乗るんでね、えー、それはもうツイッターも何でもみんなそうなんですけどうん。 ね、皆さんがこういいねしてくださったりリツイートしてくださったりするのはもう意味もなくでもいいからしてほしいよねなんか特に告知のものに関してはね落語会のお知らせとかっていうのはいけないああその日いけないんだと思うんであればなおさらもういけないっていうあの証にリツイートとかいいねしてくれってもらいたいっていうぐらいで、えー、まあそんなことでやってるんですよねでスレッズはねなんかね殺伐としてないのかなまだうんという感じが しますでももうすでにねいわゆるインスタの認証アカウントつまり何て言うんですかねインフルエンサーって呼ばれてる人はもう初日からか歩してますからね。 でフォローしてもフォロワーだけを読むっていう仕組みがまたなくてなんかその変なアルゴリズムで出てくる、えー、タイムラインしかないんですよだから今んとこ私は皆さんのフォローしてくださった皆さんを直接訪問して「あーなんか書いてんな」とかで言っちゃいいねしたりしてるんですけどタイムラインはねあんま面白くないんだよななんかわかるよなんかそのなんかなんていうのたくさんあのなんかこう。 フォロワーがいる人のものが流れてくるっていう感じだなってで、私にとってだから男性って登録してるからかもしれないけど、やたらあのモデルのお姉さんとか、そういうそれこそ AV 女優さんとか、そういう人たちのものがいっぱい出てくるんで、大体肌色なんですよね。写真の肌色率が非常に高い。いや、さすがになんかもう、ねえ、 そこは見せないんですけど、そこを見せたら多分怒られるんだと思うんですけど、ほぼ裸みたいなのがね、随分流れてきて、別にそんなのスマホの画面で見なくてもいいなって思うんで、えー、私は今んところ皆さんのところを直接訪問しているっていう感じですがね、いくつか他にもやってんですけどね、えー、マストドンとかね、うんうん、スレッズはなんかいい感じではありますな。うんでもまだスイ ツイッターほどではないから、これが逆転するようなことになったら、えらいことになっちゃうんじゃないかと、私は思ってます。あともう一つね、あの、マストドンに似たやつでね、ミスキーっていうサービスがあるんですよ。これはね、本当に、それぞれがサーバーを立ててツイッターみたいなものを運営するみたいなやつなんで、マストドンに近いんだけど。で、ここもね、最近一つ入ったところがあるんですよ。入ったんですけど、めちゃくちゃ若い人だらけで、 あの、書いてあることが日本語だっていうのはわかるんですけど、あとは何もわからないっていうぐらい、私、あの、別の星のツイッターをやってるような、そんな気持ちで、今目の前でタイムライン見てますけど、何しろ早いんですよ。ドゥーアーって。それでみんなあんまり会話してないのね。 あのみんな勝手なことを言ってそれに勝手に「いいね」とかいろんなスタンプつけたりペコ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 してっていうあんまりなんかコミュニケーション取ってる感じがしないなっていう感じもするんだけどそれは私がおじさんでそれについていけないからかもしれないっていうねえ私のおじさんぷりを露呈してしまったっていういいんです露呈したら下でそれはそれで自分をこう一つ認識するってことですからねそういう若いところっていうのもすごく大事ですな。 うん、そういうところとかあるいはもう平和に、えー、運営されているマストドンとかね、えー、そういうようなことですなやっぱテレグラムいいねだちさん知ってるねテレグラムあのロシアとかそういうところでねだから今もう大変でしょもうえっ、ー、となんだっけあそこねええー、<laughs> あのなんだっけ今戦争やってるとこねあそこあそことかロシアとかがすごいあのテレグラムなんですよ うんね、タイツーって何のことを言ってんですかタイツツイッターをひっくり返したんでしょタイツーって何のことタイ、タイツーつのは、あ、タイツーつ SNS があるんだ。あるのこれ。よくわかんない。今、さっと調べたんだけど。 タイツじゃないよね。ツイッターを逆さにしたん。タイツった。あれわかんないわ。ちょっと教えて、ちょっとタイツ。もうおじさんついていけないよ、本当に。ねでもまあ、スレッドは、あの、ちょっとやってます。で、せっかくやるんだから、ちょっとツイッターとインスタグラム、もちろん同じものを流すときもありますよ、告知とかそういうものはね。だけど、ちょっと違う感じで、 やれたらいいなーって思ってるんだけど、その対通も気になるね。対通ぜひ教えてください。ね、えー。そんなこともありですね。あとね、そう、昼間パッて気がついたんですよ。タンブラーっていうね、昔からある SNS がありますよね。私ね、見てみて、あれ俺確か会員になってたなと思って見たら、やっぱりアカウントだけ取ってそのまんまにしてました。タンブラー。 これもなかなかね、一時期あんまりなんかちょっとその何、ポルノみたいなのが多くて、で、なんか廃れてっていう話も聞いたことあるけど、そっからまた立て直してね、見たらね、なかなかいいんですよね。だから、タンブラーもちょっとちょっとやりたいし、えっ、ー、と、ダチさんね、私実はね、<laughs> テレグラムやってるんですよ。 やってるんだけど、こっちからはまだ全然発信しなくて、私のオフィシャルだけはあります。ぜひ探してみてください。えー、えー、<laughs> テレグラムにも私のページあります。え、これもね、ちょっと LINE と Twitter を足して2で割ったみたいなサービスよね。だからそれぞれの個人をフォローして、で、そのタイムラインを見るって感じでしょ タイイムラインというか、だから統合したタイムラインじゃなくて LINE みたいにアカウントごとに分かれててそれを見るっていう感じよね。で私はあのやっぱりロシアに強いっていうこともあってえー、っとテレグラムは主にマヌルネコの情報を収集するために使用しております。ええ、もう毎日マヌルネコの情報がやってきますんで重宝にしてるんですよあのテレグラムね。うん えー、ニフティ育ちのマルチポスト嫌い。<laughs> マルチポストはね、一時期あの、嫌われてだけど今はもうしょうがないよね。えー、誰がどれを見てるかっていうこともないし、まあ僕みたいな告知で使ってる場合はしょうがないんですわ、これ。ねえ。あら、シケさん。えー、タンブラー元気。だからやってる人はずっとやってんだろうね。だからちょっと落語で検索しても結構出てくるんだよね。うん。あとマヌルネコもすごい出てくるんですよ。だから、て、だから皆さん、そうやってあの、なんか、なんだろうな。 こうそういうものからいち早く離れてタンブラーで元気にやってるみたいな人も多かったんでしょうねいやーちょっと勉強不足でしただから今日私ねあのタンブラーのね、あのー、アプリも入れましたよ、うん、一時期「フォアツアップ使ってたサイダーさん「フォアツアップね私持ってますよ多分。 ワッツアップは、まあ、だから、外国の人とかが使ってるんでね、ワッツアップしか使ってないっていう人のために入れてはあるけど、あまり私には使ってないけど、あれはどういうものなんですかやっぱり LINE 的なものなんでしょうかね。えー、あ、タイツーあるんだ。ええー、タイツーは有料 API の機能削除を事前告知なく行わない画期的なエッセンス。皮肉だね。これ日本人が作ったのこのタイツー。へえー。 タイツを始める無料だって、え、マジか、ちょっと今ちょっと登録しちゃおうかな。<laughs> できるかなちょっと皆さんが聞いてるところで、やってみよう,う。できるかどうか。まあ、こういう、いわゆる、サインインの作業だよね。うん。ええ、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 うん、え、うん、え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 。あ、認証メール送信ね。 はいはいはい。<laughs> よかった。このくらいのセキュリティはあった方がいいもんね。いきなりこれで、はい、登録終わりって言ったら、それはそれで怪しすぎるもんな。うん。やっぱ認証メールぐらい絡んでほしいけど、その認証メールが何秒で届くかって話ですよね。それからそのままスパムに行っちゃうか。どっちでしょうかね。スパムには行ってないみたいだな。で、まだ届かないみたいだな。うん。 早まあいいやねまあでも僕もタイツちょっと今登録してみますよじゃあねなんか別に SNS ジャンキーってわけじゃないんだけどやっぱりね新しい SNS って何ですかね新しいお皿買ってきたみたいなねなんかちょっと新鮮な気持ちっていうかありますよね、えー、あの人生自体はリセットができないんで SNS は新しいとこ入るとなんか新たしいね新たしい気持ちになりますよね、えー そういう感じがいたしますな。なあ,あ、もうあもうなんで10時12分になっちゃったよねえ。ずいぶん喋っちゃいましたな。本当はね。お伊勢さんに初めて行ったりもしたので、そのお話もしたかったんだけど、それはまた次回にしましょうかね。別に急いでやんなきゃいけないこともないでしょうね。どうですか？皆さん他に。 他にあのご意見 <laughs> ありませんかご意見なんかないよね。えっ、ーえー、とちょっと待ってね。そう。他のアプリ開いちゃったりしたもんだから自分のところへ戻ってこなきゃいけませんな。はい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 。はいこんなもんかな。えっ、ー、と皆さんからのコメントの拾い忘れはないかしら。ね。ちゃんと拾ってこうっていうこれ画期的だと思うんだよね。なるべく皆さんのこうコメントを全部拾った上で。 終わっていくってていいくう、うん、これはやっぱりね、誠実なあの生配信だと思う。大体無理だもんね、生配信で全部さ、拾っていくなんてね。えー、シケさん、スレッズのタイムラインにグ,グラドル系が多く出てくるのは、インスタグラムから流れてきてる、そうですよね。もう最初からね。 フォローしてる人にがそうそうだからツイッターのフォローも来るんだろうけど僕はあんまりそういうのフォローしてないどっちかと,いうと僕もマヌルネコなんだけどマヌルネコよりもあの肌色がいっぱい流れてきてねまあそういうもんなんでしょう今のところはねうんえー、三森さんもタンブラー持ってんのねうんでもまあ持ってるだけならいいよねとりあえずほら なんかアカウントをキープしたいって気持ちもあるじゃないですか、新しい SNS ね。私なんか特にさ、SANNOSUKE、e e、をさ、やっぱ作りたいじゃないですか。そうしてね、ぼーっとしてるとほら、髪型の桂三之3のさんに取られちゃうから、<laughs> 悪いと思ってんだよね。三のスさん、髪型の桂三之3の助さん、絶対三のス取れないんだよ、だから。SNS とかそういうアカウントでね。うん。タイツーも今と取られようとしてますから。あれ、タイツー、メール来ねえな。 えなんか遅いのかなここは。サーバーが。ね。対通は来ません。まあいいや。うん。まあそんなところですかね。はい。じゃあ今日はこのぐらいでしまっていきますが、またね、2週間後ぐらいにはできるんじゃないかと。というのは、えー、19日に私、東京の三之助を見た会がありまして、そこでネタおろしをする予定なんで、それまではちょっとほっといていただきたい。ほっといていただきたいってことはないけど。 えーと初めてのまあここだから言っちゃうけど怪談話に挑戦しようかなってちょっまあ言っちゃったらやんなきゃいけなくなっちゃうんだけどそんなことをちょっと考えておりますはいいいかなはいじゃあ終わりましょう最後まで配信をお聴きくださいましてありがとうございます この配信は皆さんのツイートを常にお待ちをしておりますので、えー、ハッシュタグさんの助で皆さんの身の回りの楽しげなことをぜひお知らせください、えー。次回のおしゃべりの元になるかもしれませんしね。まあコメントで大体済んじゃうんだけどね。えーえー、たまたまこの配信をお聞きになった方、ぜひ私のツイッターアカウント、いや今日はもういろいろ言ったけどね、うん、なんかタイツーでも何でも、えー、それからなんだっけ、えー、もうわかんなくなっちゃったよ。なんだっけ あ、そうそう、スレッド、スレッツ、スレッツ、ブルースカイ、ね、えー、Facebook、Instagram、いろいろ、ぜひ、フォローしてください。通知ボタンまで押していただけるといいですな、えー、だえ、大体わかんの。もう、あの、ツイートするでしょ。そうすると、パパパパパパって、こう、アクセスが来ますよね。あ、このくらいの方は通知ボタンを押してくれてんだなっていうのはだいたいわかるよね。えー、 まだまだでございますが、ぜひよろしくお願いいたします。えー、では、それでは皆さん、長らくお付き合いいただきましてありがとうございます。おやすみなさいませ。